皆さんこんにちは、こんばんは。こんばんは。武蔵野 EMC 高校生オンラインゼミということで、いらっしゃいっていただきましてありがとうございます。今日は申し込みが100人ぐらい、最終的に110人ぐらいかな、なりまして、すごく大勢の方々に申し込んでいただきました。皆さんに楽しんでいただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。こんなトップ画面が出てきます。で、今日なんですけども、緊急事態宣言が全面解除の直後ということで、本当に皆さんお疲れ様でした。で、これから徐々に、学校も再開していくんだと思うんですね。だからぜひ、学びが遅れちゃったっていう方もいると思うんですけど、そのぐらいの、1ヶ月、2ヶ月ぐらいのね、遅れっていうのは、もう一瞬で取り戻すこともできると思いますので、徐々に焦らず、学びを取り戻していっていただければというふうに考えています。で、僕らがなんでね、このライブをやろうかっていうふうに思ったかというと、来年から大学教員になる予定の私たちがね、そのコロナ禍の中で何かできないだろうかっていうふうに考えました。で、コロナ禍で、まあ、どうしてもやっぱり、一生懸命勉強されてる方もいらっしゃると思うんですけど、学びの環境としては学校に行けなくなってたりっていうこともあって、学びの環境が不安定になってしまってる皆さん、まあ、主に高校生で、中学生の方もいらっしゃると思うんですけど、に何かできることはないかなっていうふうに、考えました。で、学びの内容そのものね、数学とか英語とか、もろもろ、それそのものは学校で学ぶとして、僕らは、もう学ぶって楽しいぜとかね、人生って楽しいぜっていうふうに感じてもらうことはできるはずだ、ということで、まあ、こういういろんな、テーマでいろんな話をしようということで、全13回、今年ですね、セッションをやろうというふうに用意しました。で、その第1回が、今日の、私たちはどう生きるか、ということであります。なので、今日、あ、いいじゃん、面白いじゃんと思っていただいたら、第2回、第3回以降も参加いただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。スピーカーを紹介します。一人目、株式会社 GRA、代表取締役 CEO の岩佐博樹さんです。イエーイ。はい、こんばんは。どんな仕事を今されてらっしゃいますか？あれですね、宮城県の山本町というところがあって、うん、そこでイチゴの栽培をしてるんですね。うん、ただイチゴの栽培を作ってるっていうよりも、この僕の後ろにあるようなこんな感じのね、うん、こう植物工場みたいなところで、うん、IT とかロボットとかセンサーとかいろんなものを使って、うん、こういわゆる昔のながらの匠の技を、うん、ある程度コンピューターを使って上手に再現できるっていう新しい栽培方法に取り組んでます。はい、柏谷博之さんです。イエーイ。どうですか、柏谷さん。この写真だとちょっと白黒でよく見えないですけど、この画面見ると柏谷さん見えますか？今、エラーズ代表取締役ということなんですけど、エラーズではどんなことをやってらっしゃいますでしょうか？エラーズでは今ちょうど開発を始めたぐらいなんですよね。この会社が3つ目の企業になってて。うん。で、一つ目はスマートフォンのアプリの会社を、イグニスっていう会社をみんなで作って。二、うん、つ目は、うん、二つ目がメローっていう、うん、フードトラックを日本中で200台ぐらいこう運営して、あったかくて料理人がこだわったご飯を飽きずにみんなが食べれるようにして、うん、なるほど、うん。フードトラックっていわゆるキッチンカーって言われてるような、あ、そうですね、そうですね。移動型のレストランみたいな感じの。はい。見たことある方いらっしゃるかもしれないですけど、なんか街中でね、ランチになるとこう、車でやってきてって、あれを、運営してたっていう、200台ぐらい動かして運営してたっていう。うん、で、エラーズを作られたのはいつですか？エラーズは、去年ですね。去年の6月ぐらいに作りましたね。うん、作って。で、今、開発中。そうです。喋れる限りで、喋れなかったらいいんですけど、ね、今どんなことやろうとしてますか？なんすかね、やっぱ今って普通に生きてると、うん、その病気関連のネガティブな情報とか、うん、あと雇用が失われたりっていう、こうネガティブな情報とか、うん、あとこう誰かが誰かをこう攻撃するような情報とか、うん、あとはその今医療機関で頑張ってる人もいるし、病気で苦しんでる人もいるから、なんか気遣えよみたいな空気、うんうん、今日の空綺麗ハッピーみたいなこと言っちゃダメみたいな、うんうんうん、なんかそういう空気とか、なんかそういうネガティブな情報とか、うん、気遣いよみたいな情報とか攻撃的な情報にこうさらされやすすぎるなと思ってて、やっぱニュースとか SNS を
見る時間って結構長いじゃないですか、うん、どうしても見てもどうしようもないんだけどみたいな情報があるんだけど気になっちゃうみたいな、うんうんうん、そうすると結構その自粛とかロックダウンでこうちょっと孤独を感じてる中でそういう情報に囲まれちゃうっていう、うん、おなんかそういうあんまり声にはなってないけど実はそういう苦しさって世界中の人が多かれ少なかれ感じてるんじゃないかなと思って、うんうんなんで、そういう人たちに対して、こう、うん、心の居場所みたいなのを、スマートフォン上に建築していくという感じで、プロダクトを、スマートフォンアプリを作ってるっていう感じですね。なるほどですね。それが出てきたら、今日参加してる中高生の皆さんも、はい、例えば息苦しさを感じてるような人とかっていうのは、はい、あ、じゃあ、エラーズのこのアプリ使ってみようっていうのができる。ああ、できます、できます。いつ頃の予定ですか？早ければ8月、9月ぐらいかな。なるほどですね。わ、うん、かりました。じゃあその時を楽しみに、はい、しててください。で、ちなみに後ろのこの絵なんですけど、はい、これは柏屋さんが描かれた絵っていうことなんですけど、絵を描くのはどのくらいやられてるんですか？うん、絵は去年の11月から描き始めて、うんうん、中学校の授業ぶりに、うん、描き始めてですね。で、今年の2月ぐらいに個展をやって、なるほどですね。結構売れるようになって。なるほどですね。すごい綺麗ですよね。これ残念ながらこの背景、柏屋さんがいるために、一番真後ろにある絵が隠れてるんですけど、これね、3枚並べるとすごい綺麗なんですよね。青と緑と赤っていう、こういう3枚セットですごい綺麗なんですけど、こんな絵を描く。僕もね、実は自分のここに、これ見えます？後ろの方になんか青い、ポチが見えるじゃないですか。あれ、ここからだとポチにしか見えないですけど、あれ、柏屋さんの絵なんですね。描いていただいて。はい。すごいいいですよ。ということで、柏屋さんです。で、今、質問いただいてますけど、岩さんにも、柏屋さんにも、質問いただいてますけど、後ほどこれについてはお答えしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。そして3人目、篠田真紀子さんということで、はい。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、エール株式会社の取締役ということですけど、はい、エールとは何をやられてる会社なんですか？はい。企業で働く方に、社外の、見も知らない第三者なんですけど、うん、週一遍30分、こう、じっくりお話を聞くというサービスをやっています。うんうんうん、なるほど。それは、やっぱりそういうことを望む人っていうのが多いんですか、世の中。うん、ここに参加してる皆さんも、うんうん、毎日人とお話をしたり人の話聞いたりしてるんですけども、うんうん、本当にこうちゃんと聞いてもらった経験ってちょっと思い返していただくと意外とないと思うんですよね、うんうんうん、こう話しかけたらちょっと後でにしてとか、うん、大人なんかだともう下手するとこちらが一生懸命話そうとしてる時に、うん、分かった分かったとかもこうしなさいよって立ち切られちゃう、うん、あるいはお友達同士で話してる時にこう私なんかもついこう一応なんかこうもうこういう嫌なことがあってさすごいムカつくとか言って言われて、うん、私もあるあるって言ってそのまま私の話しちゃう あるあるある、うん、相手の子は本当は自分の話もっと聞いてほしかったかもしれない、うん、立ち切っちゃう、うん、で大人なもみんなそうなんです。なんだけど、うん、いっぺんでもしっかり話をこう自分ができたな、聞けたのを聞いてもらったなと思うと、うん、すごい安心するんですよ。うん、でそうするとこう、なんでしょうね、こう自分の心のモヤモヤがちょっと晴れたとか、うん、自分がちょっと悩んでることって実はこういうことだったのかって、ちょっと理解が深まったりするんですよね。うんうん、で企業で働いてる方たちって、忙しい、やっぱりちょっと意識してそういう時間をなかなか取れない、もう忙しい日常でどんどんどん過ぎちゃうところを、うん、こういうふうにやってもらうことで、うん、やっぱり今日のテーマでもあるんですけれども、うん、大人になってもみんなやっぱりどんどん変化するし成長するんです、うん、でただ学校のような仕組みがちょっとないので、うんうん、ちょっと自分でこうねどう良くなっていきたいかなっていうのを考えて自分でこう成長する道筋を、うん掴んでいきたいんですけど、うんうんうん、間接的にそういうお手伝いができてるかなと思ってます、うん、なるほどですね。ちなみによくよく考えてみると、でもそういう仕組みって、まあ当然ね、働いてる人も必要なんだけど、中高生にとっても、特に高校ぐらいになって、これから進路どうしようとかっていう時に、なんかもう、
上からなんか言われるっていうだけじゃなくて、話聞いてもらうってめちゃめちゃ重要な気がしますよね。いや、本当そうですね。本当そう。ぜひ、なんか、なかなかね、ちょっと家族とか、先生とかだと、難しいかもしれないけど、友達同士とかで、今日はちょっともう30分話を聞こうって決めて、うんうん、お友達と聞き合うっていうのはね、ちょっとぜひやってみて、そうですよね、試してもらったらいいかなって思いました。ね、なるほどですね。で、その背景は、これ、答えはないですね。背景、はい、あ、私の、あ、これ、あ、私の背景ね、うん、まあ、こんな感じで。こんな感じでね。ああ、ということですね。リアルでお会いしたらこれがついてきます。ああ、なるほど、なるほど。ね、はい。よろしくお願いします。という3方に主に話を聞きたい。で、僕はこういう感じで、アナウンサーみたいに、これどうなんすかっていう聞く役っていうこと、ナビゲーターっていうことで伊藤洋一と言います。今、ヤフーのヤフーアカデミアっていう、ヤフーの中の、リーダーを育てる、虎の穴の学長ということで、やっております。はい。ということで、今日はですね、この特にこの3人、まあ僕も含めて4人なんですけど、がどんな生き様かっていうのを、まずはお話ししながら、で、そうするとね、あ、そういう人生歩んできたのかって、大人って結構なんか楽しそうだねとか、なんかそうか、で、私もこんな風にやってみたいみたいなところを、思っていただくためには、まず、この人たちはこんな生き方をしてきたんだみたいなところを、洗い出していきたいと思います。で、その上で、まあそこから教訓になるようなことってあるのかとかね、皆さんの聞きたいことをどん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 答えていくみたいな時間にしていきたいなというふうに思ってますので、前半はですね、この3人の人生を掘り下げていきたいと思います。で、例えば岩佐さんが話してるときは、柏谷さんも篠田さんも一緒になってちょっと質問をしていっていただけたらなというふうに思ってます。ちなみにね、で、こう中高生の方ってこれはお三方っていうか、特に岩佐さんと柏谷さんにお伺いしたいんですけど、なんか、岩佐さんとか柏谷さんの人生って中高生結構、中高生の時、まあ割とそういう意味で言うと、悶々として変えたいっていうところがあったんだと思うんですけど、その今ちょっとね、お伺いはしたんですけど、改めて自分の人生振り返ってみて、どうしたらそこの悶々から変えられたか、みたいなところですね。で、どうするといいよとか、こんなことが自分にとっては良かったみたいなところっていうのはありますかね、その変わるきっかけ。そうね、うん、一つね、私は何かを、まあ人生において悶々とする時ってあるでしょ、うん、それはみんな、うんうん、その時はね、やっぱり挑戦をスタートするっていうことがやっぱり一番なんだね、うん、で、さっきさ、そのお金で幸せになれますかみたいな話があってさ、うんうんうん、こう本当のこう突き抜けた幸せ感っていうのはね、うん、こう全てこう内発的というか心の中から染み出てくるような気がするんだね、うんうんうん、だからこう物質としてさ、周りからこうどういう環境がどうなったとしても本当の幸せっていうのはなかなか出てこないわけなんですよ、うん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 、だからこう、まあ、内発的っていうとこう恋愛とかでもこう相手から好きになってもらうよりもこう自分が好きになった方がなんか多幸感が、ね、高いような気もするしね、うん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 、でそういう意味だとさ、その挑戦するでこうお金じゃないっていう話にちょっと持っていくとね、こう農業を始めるときに IT で稼いだお金とかも何億円も全部使っちゃってゼロになったんだよね。だからさらにね、銀行から個人保証って言って、もし失敗したら自分が全部責任を持つお金で何億円も借りたんだよね。だから今農業を始めてお金は昔よりも全然ないんだけど、こう挑戦をしてるっていうこと自体がね、すごく幸せになったのね。でそれまでにないなんかこう面白さっていうのがあって、うんうん、でさ、でお金の話にちょっと戻るとね、うん、その起業家っていうのはやっぱりこう体を張って挑戦してるとね、うん、こう投資家って呼ばれてるさ、うん、こうお金をこう出してくれる人があんまりこう放っておかないと思うんだよね、うんうんうん、だからこう挑戦することでそういう周りのお金とか、助けてくれるっていうのは後からついてくるっていう風な気がして、うん、だから悶々をこう突破するのは私にとってはその、うん、22歳の時の思い切った起業だったかなと今考えると思うね、うんうん、それでもそのね、挑戦するって確かに大事だと思うんだけど、うん、いやでもその感覚って、いやだから挑戦するのって大事なんだと思うんだけど、どうしたらそのこうそこに行けるのかっていうと、岩佐さんの場合は何が転機だったんですかね。どうでしょうね。私はもうなんか正直に言うと、うん、挑戦をスタートした時はもう崇高なものなんて何でも何もなくっていうことですよね。さっきおっしゃってたのね。
そう、もう食わなきゃいけなかったから、うんうん、それはもう他に選択肢がないから、うんうん、自分の持ってる全ての力をね、こう、うん、一番この、なんていうの、もう一番お金になることってなんだろうって考えて、うんうんうん、こう起業したんだよね。なるほどね。うん、やってるうちに、こう、うまくいくこともあって、うまくいかないこともあってさ、うんうん、でそうすると、こう、なんかこう、社会と一体になって、こう、生きてる感じがするね。うんうん、だから、孤独感も挑戦してると、全然少なくなるしさ。うん、なるほど。なんか、それは、なんか、はい、どんどん良くなっていくね。なるほどね。うん、その感覚で言うと、柏井さん、どうこう、こっちからこっちへぐっと、まあ、こう、簡単にガッていかないと思うんですよね。それご自身のプロセス改めて振り返ってみると、こうどう変わっていったんでしょうっていう。結構僕ずっと悶々としてますね。まあまあずっと今も、うんうん、でもその中でもそのそうじゃない期間があるっていうのは、うん、なんか一定悶々としたら、うん、これ悶々とし続けても意味ないなみたいなのも分かってきたんですよ。へー。なんでまあ、ちょっとでも興味があることとか、ちょっとでも気になることがあったらやってみたり調べたりして、うん、まぁ、あ、ちょっと違うなとか、思ってたのと違うなみたいなことの方が多いんですけど、うんまあ、そうやって、そうですね、動いてるうちになんとなく自分のことが分かってきたり、社会のことが分かってきて、うん、気づいたら悶々から離れてる、うん、みたいな感じかな。ですよね。いや、ここで質問がね、あるんですけど、何かに挑戦したいけど、何に挑戦したらいいか分からないって、これ結構ね、多くの人が感じてるんじゃないかな。で、岩佐さんさっきね、その、いや、まあ、その、そもそも挑戦したいとかしたくない以前にやんなきゃいけなかったからやったみたいなところあるんですけど、柏谷さんにこの質問、何挑戦したらいいか分かんないって言われたとき、柏谷さんだったらどんな風に？もうね、挑戦とかっていう言葉使うのやめたい。うん。もうね、実際一歩目踏み出すときなんて、もうそんな大それたもんじゃなくて、うん。うん。まあなんかちょっと気になるから調べてみようかなとか、うん。うん、まあ試しに、うん、こんなぐらいだったら別にお金かかんないからやってみようかなとか、うん。うんうんなんか、適当なんですよね。ちょっとした好奇心、うん。うん。それを、ちょっとした好奇心とか、ちょっとした勇気みたいなのを大事にするだけで、うん、そんななんか挑戦みたいな大それたことを考えてたら何もできない。うん。とすると、うん、ただ、とはいえやってるうちに、旗から見るとこれ挑戦だよなっていう状態になっていくわけですね。これだから、こうやってるうちに自然と気づいてみたらこれ挑戦じゃんみたいな、そんな感じになってるっていう。そんな感じですかね。うんうん、だから、ちょっとしたことに、ちょっとしたことに好奇心を持つっていう。なんかね、今のカッシーさんの話もすごいわかるんだけど、うんうん、自分ね、なんかね、挑戦するときにさ、うん、こう何に挑戦するかっていうのを、うん、こう確かに、まずはやってみようって思うときもあるんだけどね、うんうん、こう長期間挑戦するときに、3ヶ月ぐらいね、考えるようにしてんだよね。で自分だけで考えるんじゃなくて、なんかこう舞い降りてこないような気がしちゃってて、うん、もう考えまくって自分と仲いい人仲間とかにこう合宿とかにつき、うん、こう自分でお金払って集まってもらって、うん、こう喋りまくって、うん、こう次に進むことを見つけたりみたいなこともね結構するよね。なるほど。あ、なんかねそれで言うと、あ、分かる、うん、あの僕だと自然の中に一人で行ったりするのよね、うんうんうん、なんか都会の中だモンモンってどういうことかっていうとさ、もう自分の中のインプットの今の状態じゃもうどうしようもないってことじゃない。うんうん。ってことは大体環境を変えるか、入ってくる情報を変えるかで、なんとかなるわけ。うん、うん。まあその時にその自然、僕だったら自然の中に行って環境を変えるとなんか別のことが思うようになったり、うんうんうん、あと岩さんだったら、もしかしたら友達ね。別の環境かつ友達とかっていう組み合わせなのかもしれないし、うん、うん。なんか、そういう感じと、あとは、なるほど。振り返りは結構いいよね。うん。もんもんとしちゃうんだけど、その、これまでやってきたこととかを振り返ると、うん、あんま振り返らないじゃない？なんか。うん。うん、実は人生を送ってきてるってことは、みんな多かれ少なかれ24時間を何かに投下して、うん、意味のないことも含めて投下してきてるから、うん。うんうん、それについて振り返って自分のことを知っていくとか、うん。自分に気づくとかでも、もんもんが払えることもたまにあったり。なるほどね。これお二人が言ってることをちょっと図式化すると、まあ図式化になってねえじゃねえかみたいな感じもあるんだけど、要するに、日々、いや、あの、カシさんが最初言ってたのね、いやもうその挑戦っていうでかいことじゃなくて、日々の好奇心みたいなのを大事にして、あ、やってみたら面白いじゃんつって進んでいくみたいな
この晴れと毛で言うと、だから日常音的な、いや、楽しいじゃん、楽しいじゃんってやってるうちにこうやって盛り上がっていくみたいなところもある。一方で、さっき岩瀬さんが言ってた、柏谷さんも一人になって自然に触れ合うみたいなことで言うと、もうちょっと立ち止まって、ぼーっと考えるっていう、この二つのループを回すみたいなところは、ひょっとしたらあるかもしれないですね。ひょっとしたらですよ。これ正解とか別にないんで、皆さんなりに、そういうことかと感じていただければというふうに思います。まさに自分らしいやり方をいかに、見つけるかみたいなところっていうのは重要かもしれないですね、っていうことですね。なるほど。やっぱり、アントレプレナーシップ学部もそうだし、社会で言われてることとかの、やってみようみたいな情報ってすごい増えたと思うんですけど、もしくは一方で、立ち止まってもいいんだみたいなことも、なんか同時に大事だなっていうのは、今、よちさんの話を聞いて思いましたね。そうですよね。なんか今のにもう一個、私がこうだったっていうのを一つの例としてお話すると、いわゆるこう、ベンチャーっていうか企業っぽい世界に私入ったの40歳で、それまではまあ日本と外資系の大企業で働いてきたんですよね。で、なんだろう、そのベンチャーやりたいとか、私別に起業はしたことなくて、そういうところにまあ参加して大きくするのは、一緒にやるっていう立ち位置なんですけど、やりたいっていうよりも、自分、これは嫌だなっていう、嫌なことの方が割とこう敏感なんで、嫌なことをせずに済むには、とか、なるほど。この環境だと自分ちょっとあんまり割と辛いからに動こうとか、やって動いてるうちに、それよりも、前よりももうちょっとマシだなとか、もうちょっと、これは続けてて苦にならないなぐらいのところがだんだん見つかって、それが結果まあ自分の持ち味になってった感じはします。まあこんな感じですよね。要するに、イエスの方に進む。で、ノーはやらないって、この繰り返しをやってるうちに、だん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 自分のものっていうのが見えてくるみたいな。なんか今、篠田さんの話を聞いて、山口さんから来てる質問の、やってみようという意識があるのに行動に移せないのはなぜでしょう？なんか、ちょっとここともつながるなっていう気がして、なんか、やってみたいとか好きだとか気になるっていう、なんか、プラスの感情ほどじゃないけど、篠田さんが言ってるように、これは嫌だなって思って動くみたいな、ことの軸もあると、なんか、やってみることのハードルとかが結構下がったりするかなとか、思いました。なんかそう、やってみようって意識があるので行動に移せない、まあいろんな理由があるんでしょう。逆になんか行動に移せるのっていくつか割といい条件が揃った時のような気がしてて、やっぱり仲間がいるとか、たまたまそれこそ、岩瀬さんみたいにもうやらざるを得ない状況に追い込まれちゃったみたいなことも含めて、結構周りの状況、自分意思だけでなんかできることって意外に少ない気がしますね。なるほど、なるほど。まあだから状況もあるんだっていうことですね。そう。だからアクションはフィーリングベースか、エビデンスベース、も圧倒的にフィーリングベースです。絶対そう。なんで絶対そうって生きるかっていうと、エビデンスベースだったら、エビデンスってことは、100人同じ立場の人がいたら、全員がそれが正解だって動き始めるんですよ。そうだね。そんなんで、なんつうの、まあ、面白いかどうか知り、面白いから人生ある、選んでるかどうか分かんないですけど、少なくともなんかそういう起業っていう文脈でいくと、それは勝てないですよね。競合が全く同じ人が100人で。じゃなくて、やっぱりフィーリングっていうか、やっぱ自分がこれが嫌だとか、これならできそうとか、まあ、これが好きっていうフィーリングは、おそらく自分だけのものだし、そうですね。そのフィーリングに惹かれて集まってくれる仲間も自分だけのものだから、そうですね。そこはもう、ここは割と明確に切りたい。では結局、なんだろうな、僕も学生の頃そうだったんだけど、なんか正解があるんじゃないかとか、正しい生き様ってあるんじゃねえかみたいなことってちょっと考えてた節あって、ないんだとそんなもんは、そんなもんはないんで、自分で作っていくしかないっていう。やっぱそれはすごいありますよね。で、その自分で作っていくんだけど、どうしたらいいって言うと、やっぱそこはちょっと嫌だなっていうのはストップしてみるし、ちょっといいなと思ったらそこにやってみるし、で、それから振り返ってちょっとみんなでずーっと考えてみるとかっていうのもいいし、そこはだから自分なりにやり方見つけるとして、やっぱりなんか自分で自分の、なんだろうな、生き様っていうのを作っていくっていうのはすごい大事かなってこと。で、ここで、またご質問来てますけども、要するにそこでね、振り返るとか熟考するとか内省することみたいな共通点を感じるんだけど、具体的にどう振り返ってますかっていうのを僕も聞きたいです。
これは皆さんがどんな風に振り返りをしているかっていうのは、お三方どなたからでも結構なんですけども、どんな風に。じゃあ私から言ってみようかな。どういう観点で振り返ると、まあ、具体的な方法と2つでちょっとお話しすると、観点としてはですね、自分の主観ってあるんですか、自分から見た自分が見える景色。でそれ以外に2つ視点があって、1つはですね、まあ、その相手、直接関わる相手から見た景色です。よくそれは客観って言ったりするんですけど、客観ってなんか意外にぼんやりみんな違う意味で使ってるから、ここで言うのは本当に、例えばこれ人間関係だったら、相手から見た時に私の言動はどう見えたかなっていうのが分かる。で3つ目が俯瞰で、この私とその周りの関係者を含む、全部をこう言ってみれば神様が、私を取り巻く世界まで見てるとしたら、これどう見えるのかな、でこの3つの視点、それぞれ自分が当事者の時って振り返るの大変なんですけど、この3つの視点がおぼろげでも持てるようになったのが振り返れたってこと。むずいね。で簡単じゃないので、やり方2つ私はなんか多分組み合わせていて、1個はやっぱり人と話すことです。例えば陽一さんのところに行って、今私こういう感じでこういう状況で結構スタックしてるんですけど、そうすると陽一さんがいやまさに俯瞰とかの視点、それこういうふうに見えるよって言ってくれるって、なるほどね、そういう視点があるのかって、まあ、1個材料としても、まあ、こういうふうにして人と話すっていうのが、それからもう一つはね、結構私の場合書くんですよね。長々書く必要はなくても、10分って決めて考えてること、気持ちわーって書く。それを置いといてっていうので、1週間ぐらい繰り返すと、だんだんこう、視点がクリアになって、なるほどね。2つをやってる気がします。話をすることと書いてみるっていうことを、で頭の中でぼわーっとするんじゃないってことですね。そうですね。まあ、言葉にしてみると、はい、で書くも書いてみると、要は、書いたものをもう一度自分が読むから、ちょっとなるほどですね、それで客観視ができる、はい、今ちょっと分かりにくい方いらっしゃるかもしれないんですけど、1分で話せっていう本がありまして、1分で話せっていう本の147ページまさにその3つが図解されておりますんで、もしご興味ありましたら、このね、伊藤さんって人が書いてる1分で話せって本がありますので、はい、読んでいただければというふうに思いますが、客観視すると、他人の視点を持つってこういうことですね。だからちょっとね、図解すると、で、これ僕の振り返りでもあるんだけど、振り返りの前のね、とにかく言語化とか図解化っていうのをすごいしてて、要は自分の意識、それから他人が見た自分っていう、それから、俯瞰するですね。天が見たらこうって、こういう感じで、それを、これね、すごい大事なことなんで、ぜひね、皆さん、意識していただけるといいと思うんですけど、人と話すってことって言葉にするじゃないですか。それと、あと、書いてみるっていうことで言葉にすると、これすごい大事だっていうことですね。これぜひね、ほんと中学生、高校生の頃からやられると、すごいいいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。他、振り返りの、ありがとうございます。振り返り。そうですね。私の場合はね、振り返るタイミングっていうのはですね、あえては設定しなくてですね。なるほど、なるほど。ハッシーもさっき言ってたけど、まあ、走り始めたらね、走り続けるのよね、でめちゃくちゃ一生懸命走ってるとね、もうダメだっていう風にね、なんか思考が働かなかったりしてさ、もうお家から出たくないみたいに感じになっちゃうのよ、廃人みたいに、でそこで初めて自分の時間ができて、どうだっただろうみたいな感じでこうね、振り返るっていうことが多いのね。だから振り返りに至るまでの話、で、あとはね、そこから、そうね、どういうふうに、具体的に振り返りを深めていくかっていうと、SNS とかね、ところでアウトプットするね、私の場合は。ものすごく。で、アウトプットするとね、こう、人の批判にさらされるような環境にあえて身を置いたりしなきゃいけないわけだよね。例えばコロナウイルスの話だっていろいろあるでしょ？これこう言ったらこうなってってさ。で、自分の考えをはっきり言うことで、人の批判にさらされるような環境にあえて身を置くことで、割とね、自分がどう考えてるかだとか、分かるね、自分の考えどうだとかっていうのが分かってくるね。だからね、アウトプットするっていうことをね、振り返りのその、やろうっていう期間はね、意外と集中してやってるね。なるほど。だから SNS いっぱい書くとき、書かないときみたいなのがあってね、書くときはね、だいたい走り切って、うわーってなった後でね、振り返りしてるときが多いですね。なるほどね。はい。ありがとうございます。カシさん、どうですか、振り返り。
うん、僕は割ともうちょっと閉じた感じかな。ああ。もうちょっと今ソーシャルネットワークとか怖いんで。うん、怖い怖い怖い。どっちかっていうと、うん、割と閉じてるけど、共通なのはやっぱり頭で悶々と振り返るのは絶対やんないね。うんうんうん。基本的に脳のメモリって有限だからさ。うんうんうん。その頭の中だけで振り返ると、もう、うん、メモリーがパンクしちゃうから、うんうん、それを図なのか、うん、SNS の言葉なのか、うんうん、文字なのかに落とすと、その分だけメモリーが減るから、うんうん、考えられたり感じられるようになったりするっていうので、うんうん、基本的にはその書きながらとか、うん、話しながらとか、図にしながらが多くて、うんうん、そう。で結局、こう、頭の中でもう、これね、あの、みんなに聞いて、なんか時間かけて言ってんのは、そういう習慣つけるのすごい大事だと思ってて、これね、悶々としてると、いつまで経っても出てこないんですよね。もうずーっとこう無限ループになっちゃう。でも、こう頭にあることを何かしらの形でこうやって外に出してみるっていう。それは言葉だったり絵だったりするわけですよね。だからカッシーさんにしてみてください。うん。それが大事だっていう。これがね、一つありますよね。はい。あとは、よくやってるのは、ケプトっていうやつですね。KPT っていう。うんうん、KPT。うん。ま、あの、ググればいろいろ出ます。うん、ヤフルですね。はい、キープ、KPT は、キープ、プロブレム、トライの略になってますと、うんうん。キープは、なんかいい感じのこと、うん、今月の KPT やろうってなったら、うんうん、今月なんかいい感じだったから、このまま維持したいな、みたいなふうに思ったこととか、うんうんうん、なんか、誰かへの感謝みたいな。はい。音がバーって書いてって、うん、プロブレムはなんか問題だなって思うこととか、うんうん、あとは問題の一歩手前の違和感、うん、なんかちょっと今月このポイントで違和感あったなとか、うんうん、ちょっとこれが気になるなみたいなやつとかバーって書くんですよね。うん、はいはいはい。この場合ポストイットに書いてて、うん、会社でやる場合はチームでやるし、個人でやる場合は一人でやるんですけど、うん、で、それバーって並べて、はい。で、今日、より良くしたいキープ、うんうん、もしくは今日解決に向かいたいプロブレムってあるか、うんうんうん、なんかね、特にプロブレムの方とかって書いちゃえばちょっとそれだけで気が楽になるものとかある、うんうんうん、なんだけどこれは書くだけじゃなくて、うん、解決に向かいたいっていうものが間にあって、うんうんうん、そういうものをトライゾーンに移してですね。なるほどなるほど。で、さっきの質問のそのなんか、うん、行動に移せないみたいなことですね、うんうん。それと近いんですけど、うん、そのプログラム違和感とか問題をトライゾーンに移して、うん、あとね、それの解決に向かう上での、明日できる最初の一歩ってなんだろうと、うん。最初の一歩しか考えないんですよ。うん、で、それを書いて、うん、まあ、いつまでだったらやりたいかなっていう感じですけど、うん、まあ、これぐらいまでやろうかなみたいな。なるほどね。感じにして、まあ、トライしていくみたいな。うん、まあ、そういうのが、いわゆる、僕がよくやってる振り返りで、うん、で、これだけだとたまに出し切れないのがもうちょっと情緒的なやつね、うん。KPT って結構フレームが決まってるから、そうね、そうね、機械的に出しやすいんだけど、うん、言葉にすらしにくいみたいなのがたまにあるんですよ、ね。うんうん、だそういう時は基本やっぱ人と話すっていうのが大事で、うん、特に僕の場合はその、なんか違和感とかモヤモヤを抱え続けるの辛いんで、うんうん、ほぼ毎日のように会社のメンバーとミーティングするじゃないですか。うんうん、まあ、家族とも会うだろうし、友達とも会うけど、その時にチェックイン、チェックアウトっていうのをやってて、うんうん、ミーティングがこのテーマで始まりますみたいな時に、うんうん、最初にじゃあチェックインしようっていう、うんうん、その時に参加者全員が今の気持ちとか、今話したいと思ってることを、うんうん、みんな喋るんですよ。うん、で、それを聞いてる人は聞き切る。で、また次の人に行って聞き切る。なるほど。ミーティングの前と最後にやってるんですよね。うん、そうすると少なくとも今の自分の気持ちっていうのを、うんうん、超リアルタイムで振り返るというか、見つめるみたいな時間がいつも毎日ある状態になってるんですよね。うん、なるほどね。家族とかでもできるんですけど、うん、それやってるのに結構情緒的なところもフォローされてるんで、うん、チェックイン、チェックアウト&KPT で、割と日常で常に振り返れてるみたいな感じを僕は作ってますね。なるほどね。そういう形で、まあ、ある程度枠にはめながら KPT とチェックイン、チェックアウトっていうのを日々繰り返すっていうことを淡々とやるだけで随分
だから日々、わーってこう気づきが得たりするっていうところは確かにあるかもしれないですね。これぜひ、皆さんも KPT とかね、チェックイン、チェックアウトってやれば明日からできるんで、今日からできるんで、そういう形でやってみるっていうのは、大事かなっていうふうに思います。で、僕もね、毎日、日記書いてるんですよね、日記。で、日記書いて、僕は、二つあって、僕は事実を書きます。で、それがどういう意味があるんだっけって、so what ですね。それが自分にとってどういう意味があるんだっけ。でしたらどうしたらいいんだっけ ?now what? っていうことで、やって必ず、あ、だからこう、俺はこう思ったんだみたいなこと、必ず、はって一気づきを得るようにしてるっていうのは、僕もやってますね。はい、これね、皆さんが、その日記の形式にたどり着くまでどんな試行錯誤をしてきたんですか？いや、もうあれですよ。なんか、ほぼ日の5年日記で書いてみたり、ノートで書いてみたり、なんかもうメモで、ポストイットで書いてみたりやってるうちに、もういいと。もうこれやっぱり気軽に打てることが必要だっていうことで、アプリを使って、毎日、スマホでも PC でも打てるように。で、ここにね、で、形式にこだわらないと、もうひたすらなんか書くっていう、そういうことをやってます。で、1行の時もあれば、20行もあればっていう、そんな感じですよね。なるほど。まず大学に行く意味。それから学校が物理的に存在する意義みたいなところで、学校って一体何やねんっていうところを、ちょっと聞いてみたいと思うんですけど。これはなんかこういう時代だからこそ難しい問いだね。うんうん、でもね、一つね、思うのがね、そのリアルな場所にあるっていうことってさ、こうみんなその佇まいっていう言葉は知ってる？そのものがね、醸し出す雰囲気っていうのがあるんだけどね、うんうん、これはね、そのリアルな場所で相対しないとね、整体しないとなかなか分かんない。で、陽一さんも篠さんもカッシーも会ったことあるけどね、ここで会うのとまた違うね、全然。うんうん、っていうのがね、あるんだよね。で、そういうものってさ、言葉じゃなかったり、その数字じゃなかったりするものから人々が五感を通じて学んだり得るものっていうのは非常に多いと思うんだね。っていうことで私はすごくあのリアルな場所っていうのが大事かな。大学の存在意義とかはね、大学に入ってもほとんど行ってなかったから、なかなかその実体験として語ることが今できなくてさ、ちょっと他の人に答えてほしいな。どなたでも結構です。大学の意味、じゃあ行こうってやってみようかな。私は大学を割としっかり行き、その後、まあ、留学ですけど大学院3年も、2つ合わせて3年も行って割と学校にいっぱい行ってるんです、うん、で、意味はですね、今の岩佐さんの話はすごい大事で、加えてちょっと岩佐さんの補足だともう一個別の観点を出しますけど、補足でいくと、そのなんていうんですかね、例えば同じ事象を見たとき、例えばみんな今日この、 ライブ動画で見てるじゃないですか、でこの動画から何を学ぶか、あるいはそれをこうどう他のものと比較して意味を引き出すかっていうところが、人によっていろいろなんですよね、でその佇まいから学ぶんだけど、やっぱり同じものに同じこう学ぶ身の源に触れた人同士、それは別に学生だけじゃなくて学生教員一緒です、みんなフラットにそこに触れた時にそれどういう意味があってどういうふうにしようと思ってんのっていうのの差にまず触れることで、自分はこういう時にめっちゃ燃えるんだとか、これはどうでもいいと思ってんだなっていうのが分かってくる、その自己理解がなくて、こういう場じゃなくてもそれはできるんでしょうけど、結構加速される場所だと思ってます。で特に、やっぱり、そうだな。まあいいや。それが一個で。で、もう一個はですね、大概の疑問、質問、課題は、誰かが、自分、私が今日なんかあることを疑問に思ったとするじゃないですか。それはね、必ず、ほぼ必ず誰かが、どっかですでに考えたことがあるんですよ。で、自分がもう一度それ考え直すこと自体に意味がある場合もあるんですけど、大抵の場合は、とりあえずそれはやっぱり、知った上で、じゃあ自分はそれを、どうするっていうふうに考えた方が、早いだったり、新しい視点が得られたりするんですよね。で、私は大学と大学院で、そういう他の人が生んだ知とか経験へのアクセス方法を学んだと思ってる。なるほどね。あと、そのアクセスした先が、例えば今のインターネットとか、ツイッターとかそうですけど、検索すると、うぞうむぞう出てくるじゃないですか。本当になんか質のいいものも、なんかフェイクかもしれないものも混じって出てきちゃうところの、割と確率高く、これが本物っていうのを見抜く力、
これ私は幸いに大学と大学院で身につけたと思ってますね。それやっぱりそういう知っていうものを生産して人に継承していくっていうことを世界中でずっとやってる仕組みだからです。うん、なるほどね。なるほど。という感じです。ありがとうございます。まあ大学ね、意味って、こう答えめいたものをちょっと言っちゃうとね、いや、そうじゃないじゃないのっていろんな意見あると思うんですけど、これはね、あんまり僕は答えらんないなーっていう気がしますね、なんかね。それ考えるために大学行こうよみたいな、そんな感じになっちゃいますよね。いつまで課題など追われてるときどうすればいいですかとか、気持ちの切り替え方法どうですかとか、ご質問いただいてます。それから、自己肯定感低くて他人との比較でいつも辛いです。そういう経験を立ち直る方法どうですかって。ここら辺が、僕さっきね、皆さんから聞いた振り返りをすることによって、そこから、なんていうのかな、そこをまず言語化することによって、そこに置いとくことができるっていうか、気持ちが切り替えられるとか、それから課題なんかに追われてても、なんで追われてんだっけって、こう、振り返ることによって、あ、これやれば大丈夫なんだっていうふうになるとか、そういう効果ってあると思うんですよね。だから、課題など追われてる時も振り返る。それから、その、気持ちがなんか、うーってなってる時も振り返って、何が問題なんだっけって言語化してみる。それから、なんか、自己肯定が低いけど、振り返って、なんでそう思うんだっけって答え出してみる。みたいなことをやるっていうので、割とね、なんか万能感あるかなっていうふうに思いますんで、さっきの振り返りって結構しつこく言ったのって僕そういう意図があって、そういうことやってみるだけで解決するものあるんで、ぜひそこはやってみてくださいということですね。で、最後に一問ですね。なんかね、起業することにある意義は何でしょうかとか、ビジネスというアプローチの意義とか、まあ要するに仕事すること、起業すること、ビジネスをやることみたいなのは、多くの人が、まあ、この中で仕事やられてる方はひょっとしたらいるかもしれないけど、多くの人がこれから経験することだと思うんですよね。で、そこを経験のある皆さんなりに、ちょっとアドバイスでこんなことなんだよねと、俺はこんな風に考えてんだ、私はこんな風に考えてんだっていうところを、ちょっとお話しいただけたらなっていう風に思います。どうですか？その起業することの意味、それからビジネス、うん、ビジネスということをアプローチするっていうことの意味。じゃあ、働くっていうか。はい。はい。起業することの意義っていうのは、社会のレベルで見ると、起業自体にはそんな意義がないかなと思いますね。うんうんうん、起業した結果生まれた事業にはきっと意義があるんだけど、起業自体は自分にとっての意義の方が大きい気がしてますね。なんか自分がこうやりたいと思ってやれるってこと。っていう意義。がまずあるかなっていうのと、そう、その結果生まれた事業にはきっと意義があるんじゃないかなっていう。あとはビジネス、うん、ビジネスの方でいくと、今ってほぼほぼ多くの国が資本主義社会っていう、そのお金と社会の仕組みがかなり密接に関わって回っている社会なので、うんうんうん、そういう前提がある社会で、なんか自分の気持ちとか願いとか思いを作用させるときにビジネスっていうのはすごく、うん、やりやすいっていうことはあるかなと。なるほど。うん。そんな感じの、なんかそんな別に大したもんじゃないかなって。なるほど、うん。やってみなはれっていう感じですかね。やってみなはれとまでも別に思ってないですね。うん、僕はやっぱ起業すること自体よりも、うん、起業すること自体は素晴らしいことだし、うんうん、もし、したんだったら応援しますけど、うんうんうん、絶対全員がしなきゃいけないって全く思ってないし、うん、そんなことよりも、うん、自分の人生の主導権を自分が握るっていう習慣を、身につけることの方が大事かなと思って、うんうんうん、まあ、自分で考えてやってみて、うんうん、振り返って自分と社会を知っていくと、うんうん、自分の軸ができていって、自分の人生の主導権を握れるんですよね。うんうん、なんか起業って、それができる最高の材料ではあるかなっていう意味で僕はすごく、うんうん、それで言うと起業の意義だね。うん、自分の人生を生きる、訓練のいいフィールドにもなるところ、うんうん。ってことですね。そう。それが分かっていった結果、別に起業し、その後の人生って起業しなくても別にいいし、うん、起業した人を支える。で、役回りがなんか自分にフィットしてるっていう気づきになるかもしれないし、うん、
要は自分の人生を生きて、うん、で、かつ自分の人生だけじゃなくて、やっぱり世の中に対して働きかけるっていうことを考えながら自分の人生生きるっていう、その手段としてのいろいろあるけど、そのうちの一つのすごい素敵な手段が起業だよっていう。うん、そうですね。はい。ということで、最後一言ずつ、もう一言で、3人からメッセージをいただいて終わりにしたいと思います。じゃあ、岩佐さんから。もうなんか全部いろいろ言ったから、なんかね、なんていうの、こう、多分ね、みんな今すごく辛いかなって思ってる人もいると思うけど、こう人生ってね、いつからでもやり直せるからね、今辛くてもあんま気にしない、ね、うん、こう明るくいこう。以上、また会おう。ありがとうございます、はい、明るくいこうですね。はい、じゃあカッシーさんお願いします。あー、そうだな、僕そんな明るくないんですけど、うん、今も辛いこといっぱいあるし、今までもあったけど、うん、なんやかんや自分って感情とともに生きてるじゃないですか、自分の、うんうん、自分の気分とか感情って意外と自分でいい感じにできるみたいなんですよ、うん、なんかちょっと最近分かってきたんですけど、だからもうせっかく生きるんだったら、なんか自分で自分の気持ちをなんかいい感じになるようにしていくといい感じなんじゃないかなって、うん、なるほど、なります。はい、ありがとうございます、はい、いい感じに生きようぜってことですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、最後篠田さんお願いします。はい、なんか好きなことを見つけてそれで大学を決めようとか、うん、好きなことを仕事にしようっていうことを皆さんどっかで聞いてきたと思うんですけど、うんうん、いや好きなことそんな簡単に見つからないんで、うんうん、安心してください、うん、今見つかってる方はすごいお幸せで、うん、もちろんそれでいいんだけど、うん、そうじゃない人はそれだからって悲観することも全く必要ないし、うん、迷って妥協とかするタイミングがあっても大丈夫です。そうですね、ありがとうございます。なので、まあ、やりたいことを見つけて行くんだ、燃えるんだとかっていうよりも、まあ、日々を大切に振り返ってください。で、今、篠田さんがおっしゃったことをね、似たようなことを書いてる本にしてる人がいて、伊藤洋一さんって言ったら、やりたいことなんてなくていいっていう本がありますので、もしご興味があったら、漫画ちゃったら読んでみるといいかもしれないです。ということで。やっぱね、今日僕一言だけマジに申し上げますと、なんかね、やりたいことをガーって見つけていけとかっていうよりも、とか情熱的に生きろよとかっていうよりも、なんか日々は結構ね、地味だけど、これ繰り返していくみたいなことが大事だなっていうことを僕も学ばせていただきました。ありがとうございます。で、もしツイッターで、ハッシュタグ EMC で書いていただければ、質問あれば全部お答えしますので、4人が。ということで、ハッシュタグに質問はぜひ残しておいていただけたらなというふうに思います。ということで、本当に今日はいらしていただいてありがとうございました。もうめっちゃ嬉しかったです。皆さんとお会いして。次回もまたお待ちしてます。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。